子供の頃クリアしないまま終わってしまったゲームに挑戦するアッキーミロです。はい、今回おそらく最終回です。ギャブファー倒しに行きましょう。はい、前回この奥ギャブファーかなと思って行かなかったんですけど、今回突撃します。まだダンジョン続いたらちょっと最終回になるか怪しいとこですね。あ、最終回っぽいなもういきなりギャブファーっぽいですもん。お父様、もうすぐアキミロたちがここにやってきます。お父様、どうしてもこの星を、いや、アキミロたちと戦わなくてはいけないのですか。もうこの戦いをやめるわけにはいかないのですか。私本当の力とは一体何なのか少し分かったような気がします。お父様、支配が全てではありませんわ。支配のみに頼る力はいつかより異常の力に倒されてしまいます。お父様、お願いです。もうこの戦いをやめてください。グジューよ、言いたいことはそれだけか。え、お父様、お前にはもう用はないわ。キャーって、グジューまさかこれでやられないよね。お父様、なんで娘の私をこんなひどい。え、これで終わりじゃないよね、グジュー娘だろうがなんだろうが役立たずは必要ないのだ。カイド勇者よ、オーラの玉とともに早く来い。お前も私の可愛い息子たちの養分になるのだ。これはイベントってだけでアキミロたちがたどり着いたわけじゃなさそうですね。あ、ここにもセーブポイントあった。一応セーブしておきます。さあ、セーブも完了したので進みましょう。と言ってももうすぐボスっぽいですね。お、アキミロさん、この部屋がさっきグジューが言っていた部屋ですね。アキミロさん、一刻も早くギャブファーを倒しましょう。敵はもうすぐそこです。これは息子たちってこと？大きな卵だ。中が光っていてもうすぐ帰りそうだ。そうですね、ギャブファーはこいつらの養分にしようとしてるんですね。全部同じかな、セリフは。これはオーラの玉を入れてそのエネルギーを卵に与える機械のようだ。なるほど、ここにオーラの玉を設置したいんですね。まあ返り討ちにしてあげますよ。なんだかんだもうみんな70レベル近いですからね。あ、キムさん、どうやらここが最後の部屋のようです。うん、すいません、みんな70近いって言いましたけど嘘です。ポヨンだけが70近いだけで、バブもクビクビもまだ60前半でしたまあでもいけるでしょう。グジューが倒れてる。あんたはアキミロ、やっぱり来ちゃったんだね。まったくお笑いだよね。一番信じてたお父様に。私、あんたたちをずっと見てて分かった気がする。あんたたちの強さの源がさ、あんたたちがロボットって呼んでる偵察ロボットがなんであんな変化をしたのか、今ならわかる気がするよ。あ、なんだか暗くなってきた。今度生まれ変わったら私もあんたたちの仲間に生まれたいよ。すげえ切ないんすけど、マジでこれで終わりなの？アキミロ、私、なんだかあんたのことが、ちょっと待ってグジュー、ちょっとこれなんか奇跡の力、もうご都合主義でいいから、ちょっとグジュー助けて頼むよアキミロ。おしゃべりはそこまでにしてもらおうかって、ここでギャブファーか。わー、アキミロ危ないって、これ前回の終わりのパートで言ったまさにそのまんまの展開になっちゃいましたよ。アキミロをかばうっていう。あー、だからまあ昔のゲームってほんとこういうパターン多いから仕方ないんだろうけど、いや、グジュー助けたい、助けるルートが欲しかった。これで少しはあんたの仲間に近づけたかな。ありがとう。これでもう
一人ぼっちじゃないね。今度は私もあんたたちの仲間に。切なすぎる。あきみろ、あんたに会えて本当に良かった。私あなたのことがようやく少し、読み切る前にスキリっていう超重要なセリフだったよ。え、これキャンプファー？なんだよ、すげえこのやられキャラっぽいようなビジュアルは。とんだサルシバー見せられちまったわい。カイの勇者よ、私はギャムファー、宇宙の侵略者ギャムファー。なんだろう、感動のシーンから急にお笑いシーンにされた感じがして、せっかくの感動がどっかに行きそうですよ。貴様らは私の計画をことごとく邪魔しよった。それは許されぬことだ。オーラの玉のパワーがあれば、この私の力をしのぐ息子たちが生まれる。それを邪魔した罪は重い。そんな息子たちが生まれたら、あんたあっけなく殺されるんじゃないですか。その罪は貴様らの死で償ってもらわねばな。見るがいい。わあ、いかにも雑魚っぽいような奴ら来たな。さあ、幼虫ギャブリンたちよ、やってしまえ。てん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 。最後にこのボス BGM 聞けて嬉しいっすわ。ギャブリン、ギャブリン、ギャブリン。赤とか青とか色名すらついてない、全員同じですね。もうじゃあ容赦なく大海竜様。で、どうしよっかな。ちょっと最後だから、一回、なんだっけな、マジック、なんだっけ、マジカルキューブじゃなくて、なんだっけな、MP が半分になるってやつを使ってみようと思います。あ、ありました、マジックハーフ。これです。そうだ。教えていただいて、全然使ってないんですけど、オーラの玉が、アイテムとして使うと、味方全体、ホスパーの効果になるっていうのを教えていただいたんで、本当にやばい時ちょっとこれ使おうと思います。まあ、ドラクエでいう賢者の石みたいな効果らしいですね。ただ今は、ちょっと、マジックハーフ使ってみようと思います。これで、回も減少するのかな？ちょっと、次のターンにならないとわかんないですね。秋見るの方が行動早いんで。で、バブはビフィーで、クピクピはミスティヘイズですね。バクテロ、バーブの得意技じゃないですか。ポヨンがかなり食らうな。食らえ。さすが期待の息子たち、そう簡単には倒れないですね。ポスパー、やるじゃん。バランスいいなこのメンツ。ペペ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 。何度でも言いますけど、やっぱりなんか有害にしか見えないんだよな。さあ、これでいつも通り援護はバッチリです。マジックハーフ。さあ、これで大海竜様半分になってくれるかな。まあ、雑魚戦で試してこいよって話なんですけどね。この本番でやるという私。まあ大丈夫でしょ、多分こいつらなら。で、バーブどうしよっかな。なんか他の回だと吸収されそうで怖いんだよな。でもどうだろう、緑がいないからウィンドドラゴンが意外に弱点でいけるとか。んーで、クッピークッピーはホスパーしておく。あ、いや、今こそなんかわざわざホスパー使うまでもないから、オーラの玉を使いましょう。クテロー。あれ、ポヨンがさっきより効かない。だいぶダメージに下がる。あ、そっか、半減してるからか、ミスティヘイズで。さあ、大回、あ、やべ、MP 見るの忘れた。いや、でも80ぐらい減ってる気がするぞ。やっぱ回はさすがに無理なのかな、マジックハーフ。ウィンドドラゴン。でももう真ん中のやつが倒れたから、他の2体もこれで終わるんじゃないかって気がしますね。やっぱり、所詮雑魚でした。6万の経験値。経験値だけはうまいな。
てててて。ホスピーター覚えた。かっかっか。やはり即席の幼虫どもではダメだったか。カイの勇者よ、真の力とはどんなものか、この私自身が見せてやろう。ついに来たか、ギャブハー。あれー、ラスボスソングじゃないな。まだこっから違う姿になりそうだな。にしても、なんだすごいこのちょっと、すいません今もう行っちゃおう。ちょっと躊躇したんですけど、なんでこのデブはすごいぷよぷよじゃねえかよ。何が効くのかな。まあ、すげえ燃えそうではあるんですけどね。息子のプリンスも火に耐性あったんで、そんな実は効かなかったんですよね。でも一回やってみましょうか。ヒートプラスター噛み砕きで、ビーフィーのミスティーヘイズ。まあ、1ターン目はまあ大体こんなもんですね。なんだ粘着高い。うわ、ミスでよかった。なんか腹に吸収されたら結構やばそうだな。吸収されるのかもわかんないですけどなんかこれ見てると大の大冒険出てきたザムザの超魔生物を思い出します。腹だけですけど噛み砕き。やはり強い。ポヨンが安定した強さを誇ってますね。食べ物何もいらず MP も8でできるっていう。ポヨンに援護と、どうしよっかな。今のうちにマジックハーフを、クピクピ自身に使うか。さあ、ヒートブラスターどうだ ?292。結構強いけど、ポヨン、ためなしで同じダメージ出してますからね。にしても、ギャブファーの攻撃当たんねえな。マジックハーフ2A400 デビルトライアングル。さっきはこれ当たんないからな。来た、当たった。あー、なんかブルってる。これ行動不動のやつか。エースの動きを封じてくるとはギャブファーもやるじゃないか。ポヨンの恐ろしさは分かってますね。やっぱ他のドラゴンはダメだな。ダメってわけでもないんですけどね。致命的なダメージを与えられない。どうしよっかな、バブさん。なんかな、ギガバグとかやってみますか。あんま効かない気がしますけど。で、ホスピーターはやる必要ないか。でも、確かポヨンがそれなりに食らってましたね。ホスラーもやっといてあげよう。全開くらえ。37。いや、マジでギャブファや。今んとこ全然強く感じない。あ、ギガバグそれなりに与えてくれるな。くらえ。体力だけはあるな。ギャブカッター。あー、まあ今までの中で一番強いですね。オーラの弾、素晴らしい効果です。さあ、大海流。あ、噛み砕きも再開。パワードも切れちゃったかな。いや、もうクピクピはやることないんで、オーラの弾をひたすら使ってましょう。ちょっと、そろそろこれで終わるんじゃない。やっぱりあのギャブファーの幼虫たちより経験値少ないんですけど。ゼロパール。うわぁ、なんということだ。この私が破れるとは信じられん。これが伝説の怪の力か。これ式のことで私は死なぬ。見るがよい、究極の最強体進化ですか。なんかドラゴンボールのセルみたいだな。あれ、おお、
うにょうにょうにょうと伸びてきた。ちょっとかっこよくなったじゃん。さあ、ラスト BGM 変わるかな。お、かっこいい。何この出だし。いいっすね、この BGM。気に入った。かっこいい。ギャンブハーもなんかちょっとたくましくなってるし。最終決戦。楽しもうじゃないか、ギャンブハー。それ名前はなんてなってるんだろう。ギャンブハーのままですね。完全体とかついてるわけではない。とりあえず、ポヨンはいつも通り噛み砕きで、バブは一旦目はやっぱビフィーですね。ねえ、クーピークーピーはミスティヘイズ。くらえ、大カリスマ、誰に対しても400は硬い。ソウルプッシャー、うおー、回復まですんのか。いや、さっきとは全然違うぞ。だがこれでだいぶパワーアップしたはず。メカギャムファーの暗黒砲みたいのが来ない限りはそんな危機にはなんない気がするんですけどね。さあ、そして MP がなくなっちゃったんで、マジカルキューブ使って噛み砕きのパワードの、うん、そんなに減ってるわけじゃないからオーラの玉でいいかな。魔王の叫び、効果が分かりません。なんだ今のは。オーラの玉、やっぱ MP 使わず全体回復ってめっちゃありがたいっすね。でも噛み砕きはやっぱ誰にでも効くな。ポリオンやっぱエースだわあんた。さあ、バブどうしよっかな。ギガバク効くかな。クピクピもやることねえな。でも一応オーラの弾やっとくか。減らされると思ってくらえ。ソウルプレッシャーまたか。うおー、ポヨンがめっちゃ減らされた。何より回復されるのがうざいな。ギガバグ120か。まあ悪くはないです。いや、これはマジでマイタオラの弾やっといていいかもしんないです。ミス。噛み砕きにも弱点があったか。命中率が低いっちゃ低いな。そういえば外すときたまにありますもん。どうしような。ギガバクするぐらいだったらレッドドラゴンとか呼んだ方がまだダメージ与えられるか。やっぱ絶対ミスらない大海竜様は強いですね。ブラストショットピン。うわー、クピクピがめっちゃ食らった。いや、ラスボスにふさわしい強さですよ、これは。さっきまでが嘘のようだ。190、うん、やっぱ、大海流以外は200前後ってとこですね。ちょっとオーラの弾だと、行動が後になっちゃうから、ちゃんと魔法で回復しないとだな。下手するとクピクピがやられてしまう。そろそろパワード切れる気がする。ホスパーじゃ足りないな。新しく覚えたあのホスピータ使いましょうか。全回復。なんて強い回復魔法だこれ。全回復じゃん本当に。全員がデフォマズンじゃ。ソウルプレッシャーまた来たよ。ゼロ。全員ミスター、ちょっと同情するぜ。クレーン。よし、決まった。さあ、そろそろアキミラの MP も回復させないとですね。道具、マジカルキューブで、クピクピはオーラの玉に戻ります。78、通常攻撃もさっきよりちょっとマシになったレベルだな。なんだ、メギドから、うわぁ !1 にされた。これはだいぶ、ギャブハーも追い込まれてるようですね。さ
さあ守備力低下したところの神砕き食らえ。いやでもあれを使い始めたってことはまだ体力あるってことか。速攻全回復する必要があるぞこれは。まあホスピータかけりゃ全開でしょう。さあクピクピ安定のホスピータを頼むわ。全開。そして大怪獣様おとなしくやられろ。まだか。やっぱ結構体力あるな。さすがラスボス。でもさすがにこれで終わりなんじゃないか。まだ。やっと終わった。長い戦いだった。体力だけはありましたねキャンプは。ぐあ、なぜ究極の最強体が。そんな。バカな。だが貴様らもここから生きては返さぬ。なぜなら私が死すとき自動的にこの基地の自爆装置が作動するからだ。ぐっぐっ最後の笑うがきってやつですね。お、なんだあの光は。ギャンファーをオーラの弾に封印した。倒したんじゃなくて封印なのねこれは。アキミロさん、基地の自爆装置が作動し始めました。早く捕まっている人たちを助けて潜水艦に戻りましょう。そんな時間あるのか。ででおお、来た来た。怪獣仙人もちゃんと助けてあげるんですね。素晴らしい。もう誰が無事で誰が無事じゃないかよくわかんないですね。水海は何人まで乗れるんだろう。アキミロ、捕まっていた人たちは全て助けた。ドラドシティの王も助けたぞ。さあ我々もグズグズしておれん。急がねば、うん、セリフを読むのも急がないと追いつけない。くそ。ちょっと早口で読むようにしていきますな。ちょっと赤い気がする。こっから自動で進むぞ。アキミロさん、私はこの惑星基地を宇宙の彼方に運び誰にも迷惑のだ。早い。アキミロさん、この基地は誰かが操縦しないと動かないのです。もしここで基地が爆発したらシェルドラもコッパみじんです。潜水艦はドロドシティまで自動で戻るようにセットしました。安心してください。ですから早く行ってください。皆さんが死んだらシェルドラの人々が悲しみます。その点死ぬのが私なら。そんなことないよロボ。さあもう時間がありません。アキミロさん、さようなら。ロボー、皆さんにもよろしくお伝えください。短い間でしたが、私はとっても楽しかったです。さあ、早く潜水艦に乗ってください。ロボットー。さあ、ポチ、お前もお行き。ワン、ワン、ワン。僕だって、別れるのは辛いさ。けど、もう時間がないんだ。このままじゃ、みんな死んじゃうんだ。さあ、ポチ、お前も急いで。これでよし。さあ、急がなくては。潜水艦、オートコントロール、スイッチオン。さようなら、アキミロさん。さようなら、愛しい仲間たち。どうしたんだろう、胸が痛い。あー、涙がー。これが涙。これが悲しみ。これが人間の心。私も人間に生まれたかった。切ねえわー。愚獣といい、ロボットといい。ギャブファー勢力、なんか一人ぐらいこう無事で済むやついないのか。これはロボットが思い出してるんですかね。
大爆発。またこの音楽ここで流れる。切ねえわ。ロボット、もっともっと君とおにぎりをたくさんたくさん食べたかったな。ロボット、なんだかまだ君がどっかに隠れててひょっこり現れるような気がするよ。君みたいな優しい心の持ち主ならきっと天国に。ああ、読み切る、ダメだ。自分の命を捨てて僕たちの命を救ってくれるなんて。ロボットさん、生まれ変わったらまたきっと会いましょう。クピー、ワオー。さあ、あきみろ、みんなが待っている。ドラドシティへ戻ろう。アキミロたちはドラドシティへ戻り、助けた人々は自分たちの家へ帰っていった。そして、やっぱ完全自動で話進んでいきますね。僕一切ボタン押してないです。アキミロよ、ドラドシティの王様とグレートノーム様が、お前にお礼が言いたいそうじゃ。王様のところへ行ってみなさい。助けられた人たちもお前にお礼が言いたくて首を長くして待っとるぞ。さあ、お城に行った行った。はい、ここも完全自動です。一応 BGM がないんですね。これは一気に城に入ったら盛り上がる曲が流れるパターンですかね。しかもドラドシティだいぶもう元に戻ってますね。来たー。んこれは自分で動かせるのか。いや、そんなことないですね。あ、キミルさん、どうもありがとう。ずっとジェルドルドに住んだよね。ポヨンさん、あんたのことはずっと伝えるよ。バブさん、あんたのおかげでシャルトルも助かったよ。本当にありがとう。クピクピさん、あんた偉い。一生ついてくぞ。やあ、キムロさん、やったじゃないか。このクイックも鼻が高いよ。やっぱりあんたとすごいな。あ、キムロ、あんたやったね。あんたみたいな人と知り合えて、あたしピッキーも幸せなんちゃらかんちゃら読み切れなかった。ほんと早い。ちょっと、制作スタッフさん、もうちょっとスローペースにして。おう、あ、キムロ、このラボンで作った武器は役に立っただろ。やっぱり正義は勝つよな。当然。俺だよ、源氏だよ。え、船に乗ってないとわかんない？そりゃねえだろ、アキミロ。そりゃそうと、ついにやったな。俺、知らせを聞いても、まず、陸走ってきちまった。おめでとうございます、アキミロさん。ついにギャムハーを倒したんですね。私、アロエスの作った薬はお役に立ちましたか？王様やグレートノム様、ヨンババ様たちはこの奥の部屋で先ほどからお待ちです。俺だよ、ドロンだよ。それにしてもドラドシティって人がいっぱいいるんだな。まあ、とりあえず俺も、成仏することにしたよ。いろいろ楽しませてもらったら。じゃあ、生まれ変わったらまた会おうぜ。あばよ。すいません、口が回らなくなってきました。ロボットが死んじゃったなんて嘘みたいですね。僕、悲しいです。ポチも寂しがっています。ワン、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 ワン。あ、君ろ、ついにやったな。わしゃ、お前たちならやれると信じとったぞ。あの潜水艦はこのディープな死体発明じゃったからの。さぞかし役に立ったじゃろう。あのカラクリ君がもういないのは寂しいが、あいつも今頃天国で幸せにやっとるじゃろう。あきみろ、わしじゃ、ミルミーじゃ、ついにやったの。今やそなたたちはシェルドラの英雄じゃ。わしも心より拍手を送るぞい。わしゃマジじゃ、あのギャムハを倒すとはやっぱりうぬしたし、やるの。これでシェルドラも平和になるじゃろう。あ、君ろ、コリコットじゃ。まさかわしの顔を忘れたわけじゃあるまいな。しかし、お前たちはよくやった。シェルドロドの伝説に語られるにふさわしい戦いぶりじゃった。じゃが、ロボットを失ったことは悲しいことじゃの。奴はいいやつじゃったからの。最初に会った時、ひどいことを言ってしまったの。もう、謝りたくても謝れんじゃないか。おお、あ、君ろ、わしじゃ、エベルじゃ。父上と王様が奥で待ってるよ、なんちゃら。くそ、はい。王様でけえだ。グレートノームさんと大きさ変わんねえぞ。アキミロ、そしてドラドキムチャイの仲間たちよ。本当によくやってくれた。そなたたちの残した足跡は、このシェルドラの伝説として永遠に語り継がれていくじゃろう。そう、自らの身を犠牲にして、ギャムハーの惑星基地を宇宙で爆発したロボットもな。それはそうと。そろそろ怪獣村の人とサボテン族の人たちを送っていく潜水艦の出航時間ではないか。みんなアキミロに別れを言いたがっていたから、ちょっと行ってみるとよかろう。じゃが、その前に王様の話を聞いていくがよい。はじめまして、王様。おお、そなたか、君のか。そなたたちの稼ぎに、シェルドラの魔の手より救われた。おかげで、このわしも、生きて戻ることができた。
すべてのシェルドロドの民に成り代わり、このわしが心から感謝の気持ちを伝えよう。長い間本当によくやってくれた。ありがとう、アキミロ。ありがとう、ドラド警備隊。そして、このシェルドロド、いや、この広い宇宙全体のために、その尊い命を犠牲にして、惑星基地を運び去ったロボット、お前のことも決して忘れるぞ。アキミロ、長い冒険でさぞや疲れておるじゃろう。心ゆくまでこの街で休んでいかれるがよかろう。ふう、早口で言うと疲れるぜ。アキミロ、もうすぐ潜水艦が出航するぞ。さあ、一緒に来てくれ。待ってくださいよ、博士。もたもたするな、ピープー君。あ、博士がやっとまともに僕の名前呼んでくれた。僕も今そう思いました。やっと呼んでくれたか。いやー、でもやばい、感動とか感想を言ってる暇がない。読むので精一杯です。今秋見殿、私もこれでエクストに帰れます。早く妻とコルドンの顔を見たくてうずうずしますよ。アキミロよ、今度一緒に酒でも飲もうかいの。いや、飲みたいっすわ。おっと、アキミロまだ未成年じゃったの。プレイヤーは全然成人して大丈夫です。わしは孫のじじいでもからかいながら楽しんで今日でもね、いっそマギー酒場マギーになったらどうかな。おほほほほ、すいません、感想やっぱ言ってちゃダメだ、追いつかねえ。アキミロさん、トキはこれからディーマ様とトリーおばあちゃん3人で暮らすの。うふふ、平和って今ね、私幸せ。はーた、アキミロさん、私は部下のボス、バドラー島に帰ろうと思っています。あんな間抜けな部下でも可愛いですからね。アキミロ、俺はモーリーばあさんに来てもらって、王ときちんと会ってみようと思う。王子なんて柄じゃないが、俺も人並みに親父ってやつが欲しくなったのかもしれないな。俺も焼きが回ったかな。これでわしもこの鬱陶しい壺から出られるんじゃ嬉しいの。壺から出たらわしの渋い魅力で若い女の子をナンパしまくるなんちゃらかんちゃら。くそ。ぷぷ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 ぷ、あきみろさん本当にいろいろありがとうございました。ぷぷ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 、これからもみんなの力を合わせてシェルドロの平和を。くそー、いやー、あきみろ、ドラドシティってすごい人だね。おいら目が回っちゃって、やっぱりおいらは大草原の暮らしが性に合っているな。大草原の小さなウロ、なんちゃって。ああ、君ら、みんな待ちくたびれてるぜ。しかしこのガロ様も有名人になっちまったな。さあ、早くみんなのところに行ってるな。みんな待ってるぜ。いや、ガローにはファイナルクローやゲールクローですごいお世話になりました。あとバティカルクローも。ちょっと一息止めたら、リンダさん来た。あ、君らさん、シェルドラドにも平和が戻りました。平和とは失ってみて初めてそのありがたみがわかるものなのですね。今回の事件でシェルドラドの人たちも自らを戒め、これからはずっと平和が続いていくでしょう。これも全てアキミロさんのおかげです。でも大怪獣物語2が発売されてるから、なんかまた起きるんでしょうね。遅かったじゃない、アキミロちゃん、みんな待ってるわよ。平和も戻ったし、そろそろ私もお父様のところに戻ってあげようと思ってるの。きっとお父様喜ぶわね。まあ、あの親父は喜ぶでしょうね。キムさん、僕たちもそろそろ怪獣島に帰るで、クピー。一緒に来ませんか、クピー。きっと村のみんなも喜ぶ、クピー。ね、そうしましょう、クピー。バケ、バケ、バケ、お腹空いたよー、ぽよよー。アキムさん、アキムさん、これからどうするんですか。よかったら僕たちと怪獣村に住みませんか。アキムさん、わしですじゃ、サボテン族の長老、カクタスですじゃ。あなたには本当に何と俺を言ったら言うのやら、俺の言葉も見つからないですじゃ。すべてのサボテン族のものに代わって、このわしが心からお言わせていただきます。本当にありがとう。ぜひうちの村にもまた遊びにいらしてください。ではわしはこれにて。みんなでも潜水艦乗るんじゃないかな。アキミロよ、お前のおかげでサボテン族の人も怪獣村の民もたくさんの人々が救われた。本当にありがとう。突然この地に連れてこられて、さぞや戸惑ったことじゃろう。まあ最初散々断りましたからね。じゃあか、お主はシェルドロのために本当によくやってくれた。あー、しまった、やっぱ感想言っちゃダメだ。さあさあ、話はそれくらいして。そろそろ潜水艦が出航するぞ。仙人さんとバブちゃんたち、後で送っていくから待ってな。では出発進。まあその気になれば、アキミラはワープでありますからね、自分で移動できますよ。さてと、アキミラ、残るはお前じゃ。お前は火の会の勇者として、シェルドロのためにそれは勇敢に戦ってくれた。今やお前とドラド警備隊のメンバー、そしてロボットはこのシェルドロダの英雄じゃ。
多くの者たちは秋村にこのままシェルドラドに残ってほしいと思っていよう。その思いはわしとと同じじゃ。じゃが秋村はシェルドラドとは違う元の世界での生活があったじゃろう。わしは一生懸命秋村を元の世界に戻す方法を探したのじゃが、ついに見つからなかった。すまん、このディープにも不可能があったのじゃ。秋村さん、このまま僕たちとシェルドラドに住めばいい。クピー、そうだよ、僕たちと一緒に怪獣島へ行こう。食べ物も美味しいよ。元の世界に戻る方法が見つからない以上、シェルドラドにとどまるしかあるまい。ここは一つわしからお願いする。これからもずっとシェルドラドにとどまってもらえるか。うん、なんだ、貝が光り出したぞ。ああ、もう貝が役目を終えると返しちゃうんですね。うわあ、お妖精。秋村さん、どうしちゃったの。私を見合いよ、聞こえる。秋村さん、返事をして。秋村さん、秋村さん、なんか変でスクピー。秋村さんの様子が変でスクピー。これはもしかして秋村さんが元の世界へ戻ってしまうのではないですか。やっぱり伝説は本当だったら、秋村さんも火の会と一緒に元の世界に戻っちゃうんだね。そんなの嫌だよ。待ってよ秋村さん、どこにも行かないでよ。いかん、バブ、秋村を黙って元の世界に返してやるんじゃ。何をする、話せ、話さんか、クピクピー。バブ、今のうちに秋村さんを止めて。クピー、前作のファミコンの怪獣物語で火の会の医者もこうやって帰ってっちゃったんですね。バブは止めませんでしたね。ああ、行っちゃった。伝説の通りだな。もう会えないのかな、ぽよよん。もう会えないのかの。そんなことないですよ、クピー。秋村さんは僕たちの心の中にいつまでもいつまでも。こうして目をつぶれば、いつでも秋村さんは僕たちの前にいますよ、クピー。クピクピの言う通りじゃ。秋村と泥の剣みたいなことはずっと語り継がれ、そして人々の心の中で生き続けていくじゃろう。いつまでも、いつまでも。大怪獣物語2はやっぱ別の主人公ってことなんですかね。こうして秋村の冒険は終わりました。秋村の冒険は夢の中のお話だったのでしょうか。ドラド警備隊の仲間、そしてロボットは皆夢の中で出会った幻だったのでしょうか。とその時、秋村は何かを固く握りしめているのに気がつきました。そっと手を開くと火の会か。そこには火の会が静かに光り輝いていました。いいねー、大怪獣物語スタッフ。あ、こっからはスタッフロールって感じですかね。バブ、クピクピ、ポヨンは怪獣島に戻っていた。バブ、クピクピ、ポヨン、本当にご苦労じゃった。今夜パーティーじゃ。存分にくつろぐがいい。これはまさか火の会の勇者が再び来るとか。それはないか、さすがに。バナナバク、幸せなんだな。すごい勢いだぽよ。足りないんだな。もっともっと食べなきゃ。ちょっと寂しいんだな。みんなってバブよ、お前たちのおかげでやっと平和になったの。これもみんな秋村さんのおかげですね。またいつか会いたいな。ねえ怪獣仙人様、秋村さんも僕と同じ月を見ているんでしょうか。さあどうかの。何しろ異世界のことじゃからわしにもわからんの。じゃあ少なくとも僕は月を見たときは、ん？秋室とロボットのことを思い出すようにします。なんで急にサンから秋室って呼び捨てになった。
秋室さんもそうだといいな。トゥトゥーン、シェルドラド、時空の狭間に浮かぶ世界、オーラの秘跡が眠るという黄金郷シェルドラド、不思議な生物怪獣たちが住むという幻大陸シェルドラド。これソフトを起動してずっと放置していくと流れるオープニングじゃないですか。ちゃんと最後に強制で見れるようになってたんですね。王様ここで出てたのか。ガチャン。ジエン。あ、違うのか。僕がそのカセット起動して放置して流れるって言ったやつと、文言は同じだったんですけど、ちゃんと今のはギャブファンを封じたオーラの弾を封印してたんですね。なるほど。っていうか、なんか、こう言っちゃ身も蓋もないというか、終わったばかりの感動を台無しにしちゃうかもしれないですけど、もしかして、大怪獣物語2であの封印したギャブフォアが復活するとかじゃないの？この大怪獣物語で、おそらく怪獣物語で封印したファットバジャーが蘇ったのと同じように、なんかそんな気がするのは気のせいでしょうか。まあそこはちょっとわかんないですけど。はい、ではちょっとトータルの感想を言っていきたいと思います。いやー、ちょっとプレイ時間としてはそんな長くないかもしれないんですけど、1週間に1回っていうペースでやって半年近くやってたんで、だいぶ長くやった気がしますね。いやー、でもだいぶ満足しました。これちょっとつい最近撮った200人感謝動画でも言っちゃったことなんですけど、結構初めの頃この大怪獣物語は個人的には楽しんでやってたんですけど、あまりやっぱり視聴されてる回数が多くなかったんで、なんかこうマイペースに楽しんでた感じだったんですけど、途中から視聴回数がちょっとずつですけど、まあ一桁だったのが二桁になったりしたり、あとツイッターで絡んでもらえるようになったりして、そこでツイッターでお話とかさせていただいてるうちに、やっぱりこう、今やってるゲームっていうのを共感した状態でソフト遊ぶっていうのがさらに楽しくなって、本当にもう後半からもう毎週撮るのが楽しみで、もう今クリアしちゃったんで、ちょっともう行っちゃいますと、普段はずっと1週間に1回のペースで撮ってたんですけど、もうなんか楽しくなりすぎちゃって、ちょっともう1本分ちょっと先まで撮っちゃうかみたいな感じで、ちょっと2週間一気で撮っちゃったりとかするぐらいにハマってましたね、最後の方。だからなんか最後、あーどうしようかな、もうクリアまでやっちゃいたいなと思って3週連続でやろうかと思ったんですけど、いやちょっとやりすぎ良くないと思って必死に我慢して、今この最終回のパートを我慢してました。いやー、でも本当に面白かったなー、てかこんなにハマると正直思ってなかったっす。でもただパーティーメンバーとか結構しっかり作られてましたよね。あのサイドストーリーとか一人一人にちゃんと終点当てられてイベントもあったんで、なんかもう固定メンバーでやるっていうよりは全てのメンバーを使ってちょっと楽しみたいなっていう風に自然に思えた、いいバランスしてるなと思いました。まあ戦闘の強さのバランスっていう意味ではガローがやばかったですね。やっぱガローのあのゲイルクロー、バティカルクロー、ファイナルクローがやっぱある時はめちゃめちゃ楽だったんですけど、あれがなくなってからこう全体攻撃どうすっかっていうの結構悩む場面多かったですね。まあそうは言っても大海流様が入ってからはだいぶ助かってましたけどね。あとマジカルキューブを変えるようになってからは、ほんと大海流様いわばもう使いたい放題みたいな感じだったので、ガローがいなくなってもだいぶ代わりができるようになったって気はしました。まあでも一番強い敵ったらやっぱメカファットバジャーだったのかな。あの暗黒砲があまりにも印象が強すぎてやばかったっすね。いや、もしかしたらもっといたか、いたかもしれないですけど、つい最近やっぱやったのがメカファットバジャーだったんで、あれが強烈だったんだよな。あれを毎回やられたらとてもじゃないけど耐えられなかったっすね。あとギャブファーの最後もちょっと強かったって強かったか、あのちょうどレベルアップしてクピクピがホスピーターを覚えたおかげで、あれで怖くなくなっちゃったんですよね。そうだ、忘れてました、すいません。いたわ。あの体感的に最も強かったのはアクアドラゴンです。アクアドラゴン、あやつを忘れちゃいけませんね。あのガチで全滅したのアクアドラゴンが初めてだった気がするんですよ。もう体力とかどんだけあるんじゃこいつっていうので、もうマジであのこっちが
弱すぎるのかバグなのかちょっと何とも言えないぐらいに赤ドラゴンだけ突筆して強かったっていう記憶があります。まあ実際なんかこっちが回として使うのも赤ドラゴン活躍の場が多かったんで赤ドラゴン様々でしたね。大海流様が入るまでは本当に大活躍してました。あといろいろ言いたいことまだいっぱいあるんですけど、最後にちょっとこれだけやっぱ語りたいなと思ったのはクシューラとロボットですね。やっぱクシューラ、まあ、改めグジューなんですけど、やっぱ途中途中何回か行っちゃってるんですけど、こう今まで宇宙をさまよって征服するのが絶対の正義っていう価値観で生きていたのに対して、こうシェルドラドに来て、やっぱ支配するだけが全てじゃないっていうのをアキミロを見てこうだんだん気持ちが変わってくっていう過程があった上で、最後にやっぱりこう改心してじゃないですけど、ちょっと違う生き方もできるチャンスっていうのをちょっと今までやってきたことはなしにはできないんですけど、やっぱやり直す機会をちょっとこう設けてほしかったって気持ちを持っていたけど、やっぱりはぁ、やっぱ君のかばってや死んじゃうのねっていう、なんかもう予想通りすぎて悲しすぎました。なんかこういうのを見るとこうなんか条件を満たした時だけでいいから、なんか例えばですけど、まあ、理想を言えばちゃんとグジューの記憶を持ったまま改心するっていうのがいいんですけど、こう記憶喪失とかになっちゃってもう全く違う人生としてやり直すみたいな、そういう道がグジューには残されててもよかったんじゃないかなってちょっと思いました。なんか切ないです本当に。あとよく言えばクシューラの時のビジュアルを見てみたかったですね。戦闘の時にグジューの方は2パターン見れたんですけど、クシューラの、まあ、要は人間体って言えばいいですかね、そっちは見れなかったので、すごいちょっと見てみたかったです。まああともう一つさっき言ったロボットですね。ロボットあんな別れ方で終わっちゃうんだっていうのですげえ切なかったっす。もう途中途中めっちゃ誘導でね、もうなんなら一番活躍したんじゃないかぐらいな設定上ではですけどその活躍してたのがなんかあんな終わり方なんだっていうのですげえ切なくなりましたわ。まあ、それこそロボットなんだから、あのポチいるじゃないですか、ワンちゃん。なんかあのロボットにデータをこう預けといて別のこう体を作ってそこにインストールするみたいなことできなかったのかなってちょっと思っちゃいますね。なんか切ないな。ロボットこそ本当なんとかして普通に生き残れた気がするんですけどね。前もって準備をっていう感じがしましたね。だからほんとこの二人切ねえわーって思いました。まあ最後にアキミロも自分の世界に帰っていっちゃったんで、なんかバブとかクピクピポヨンとか残った側の人たちからすると別れが多いエンディングだったって感じですね。でまた今ねこの流れてる音楽が切ない。この音楽をゲーム起動した時も動画には入れてないんですけど、毎回流れるんですけど、これ聞くたびになんかこう終わりが近づいてきたら切ねえなぁ、なんか切ない感じがするなぁみたいなっていうので勝手に浸ってたんですよねきっと大怪獣物語をやってた人たちは今の僕の心境を分かってくれると僕は信じてます。すごいこの音楽切ないっす。ですいません、最後とか言っていてちょっと音楽のプラスアルファの会話しちゃったら、もうやべえな、だいぶ時間経っちゃってるんで、これでもういい加減区切ります。全多分これ 40% かな、確かそんぐらいだったはずです。長い間本当最後までお付き合いいただきありがとうございました。そしていろいろアドバイスもいただき本当にありがとうございました。まあ、また何か別のシリーズ RPG もやっていくと思うので、もし気が向けばそちらでまたお会いしましょう。長い間本当にご視聴ありがとうございました。面白かった。動画の配信予定はチャンネルの概要欄とツイッターの固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。ツイッターの URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。